はい、おしです。いつもおしチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。私たちの年代になりますと、周りの人たちがどんな年金生活をしているのか、とっても気になるようになってきます。でもね、上を見ればキリがない、下を見てもキリがない。カゴに乗る人、担ぐ人、そのまたわらじを作る人という形で、本当にいろんな様々な人がおられるということは確かです。確かに優雅な生活をしている人もいれば、本当にカツカツで生活が毎日苦しいんですよというような人もおります。そんな中で人と比べて、あ、自分は良かった悪かった、そんな風に比べるのではなく、自分らしく生活をしていくということが大切になってくるんじゃないでしょうかね。そのためにやはり上を見て、うわー羨ましいな、あんな生活をしたいな、そんな風に思うのではなくて、やはり自分なりの生活をするということで、次の二つのことが大切になってきます。一つは見を張らない、二つ目は人のことを羨ましく思わないということ。この二つがあれば、人生楽しく毎日を生活できるような形になります。どうしても人と比べて、自分もそれなりの生活をしているんだと、そんな風に見栄を張ってしまって、いつもの生活よりもちょっと頑張ってしまったりします。いい車を乗っている人を見ると、いいな、羨ましいなと思って新車を買ってしまう人もいるかもしれません。それよりもしっかりと動く車があれば、それを手入れして丁寧に乗っていくというような心構えも必要かもしれませんね。そして食生活なんかでも、外食をしたり、とても高級なものをたくさん食べる、そういうものが幸せではありませんよね。大切なのは、美味しいものを食べるのではなくて、美味しくものをいただく、そういうような心持ちがあれば、どんなものでも幸せを感じ、そしてまた美味しく感じるような感じがします。人と比べずに、身を張らずに、自分の身の丈に合った生活をするということがとても大切です。やはり自分の生きてきたこの生活スタイルによって、年金の額も違ってくるわけです。それなりに自分の経験してきたものが、やはり自分のものになってくるわけですから、それはもう過去のことを振り返って反省しても仕方がありません。それよりも、今もらっている年金の中で、どのだけ支出を少なくして生活をしていくのか、そしてまた新たに何か収益を得る方法はないのか、そんなものを模索して生きるということもとても大切かもしれません。しかし言えることは、お金で買えないものはたくさんあるということです。お金で買えないものをたくさん探し出してみるということ、これも幸せな生活する一つの方法のような感じがします。高いベッドを買えば、高級のベッドを買うことができる。しかし、質のいい睡眠を得られるかというと、そうでもないものですよね。自分でお金で買えないもの、大切なもの、そういうものをしっかりと見極めて生活をしていく。これが私たちこれから中高年として年金生活をする人たちにとってとても大切なことだと思います。人と比べないで、自分の身の丈に合った生活をする、人を羨ましがらない、見を張らない、そういうような生活をしてみて、見てはいかがでしょうか。私はそんな生活を心がけたいと思っております。それではまた。